健さん、涼介さん、菊地さん、ありがとうございます。こんばんは。父並べありがとうございました。ありがとう。サーモン丼食べたいな。美味しかった。本当に美味しかった。とっても。みたらし団子めっちゃ美味しそうだった。美味しかった。なんかちゃんとお団子屋さんの団子って感じ。最近の流行は私の銀アクセサリー。こんばんは。フードコートって、あー、フードコート、フードコート、そうそうそう、フードコート。ダダダダムナさん、ありがとう。サーモン丼とみたらし団子食べたすぎる影響されまくりやん。じゃあ団子に合う。ほんと？みたらし団子はラッキーフードよ。開運アイテム。なんで？鮭だけ鮭や鮭サーモンの呼び名が複数あるんだろう。確かに。鮭、サーモン。確かに。サーモン食べれないから人生だいぶ損してると思うね。私の父も食べれない。ゆうすけさん、きょうちゃんさん、こもちんさん、ありがとう。フェンチとフードコートでさっとご飯食べたすぎる。なんで？みたらし団子はもともとお団子が5個ついてたの知ってる？そうなの？なんでなんで？サーモン切れないだったね。僕は朝のラーメン、この前食べてたエビカツ丼ってエビカツが乗ってる丼、エビ天とカツ丼が乗ってる丼。お、年相応のハゲさん、お誕生日おめでとうございます。のよいしょ。私そう、のはげさん、おめでとう。おめでとうございます。おめでとう。ポンポンポンタさん、ありがとう。これからも私そうに。サーモン丼って映画見に行った時の。ハモズさん、坪ゆうすけさん、なおくんさん、ありがとう。今日ですよ。再販当選した。お、ありがとうございます。再販2時が始まったので、皆さんぜひお話ししましょう。今日はハンバーガー、ラーメンと食べてしまった。あ、いいじゃないねえ。ゆきさん、松前さん、ありがとう。いっぱい見ちゃおうした。本当？再販で追加した。お、ありがとう。そう、今日のリップもイブサンロー。帽子って2種類かぶってた今日。そうそうそう、確かによくわかりましたね。そう、コッコのインスタのストーリーのやつとメールは違う帽子かぶってるわ。
いや、今日買ったメールの方は現実を直視したくない画像を買いました。はい、ゆきかぜさんありがとう。ちなみにあのフードコートって1階のところ、あのムーミンカフェとかのところ、編集が可愛すぎるから再販でさらに追加するね。ありがとう。スカパラダさんありがとう。なんかメール、スマホ壊れてみちからのメール届かなくてつらみ。ありゃん、帽子に合う。温度、木彫りの鮭が熊を、木彫りの鮭が熊を、なんていうものこれ、噛むの、噛むみたいなやつの、木彫りの鮭が熊を噛んでるの。こんばんは、ボイスメッセージありがとう。あ、心に受け止めてくださいね。こうさんありがとう。じゃあカンカン帽かぶらないの。カンカン帽。ドラゴンさん、天使の絵の具さん、こうさんありがとう。かじってる。握手会再開したらユニゾンティーで会いに行きます。うわー、ユニゾンさん、あ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 、今日ね、帽子買ったけど、もう一個帽子買うか迷ったやつがあってね、なんか、あの、どんぐり帽子、そう、買うか迷った。あ、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 見せて釣ってくださいって言われたら釣ってくれるの。どうかな、どうかな。2年前のツアーのやつ、モードムードモードぐらい。それってアッピー、ここで外れたことをする。そろってなった。知る。そう、大阪城ホール。いやー、私もね、広島のブルーライブね、当たってたんですけどね、それね、そのユニゾンさんの当日、ギルさんありがとう。ライブ当日の前の日の夜だけど、ライブの前日の夜になんか予定が入って、急遽チックに予定が入って、結局ライブには間に合う予定の時間だったから、あ、これ頑張ってライブ行こうってなってたんですけど、その予定がめっちゃ押して、ライブが行ったらもう高尾さんが、あの、何、スティック投げ、スティックって言うんだっけ、を投げてる時だけしか見れなくて、ブルーライブの外で、あの、ひっそりと泣いた思い出しかない。悲しくなってきた。悲しいの。ファンクラブコスパいいよ。写真もあるし、ムービーもあるし、グッズも限定のものあるし、マガジン毎月届くし、いろいろすんごいお得。あ、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 旅癖のステージの後になんかお仕事、あ、そうかも、
でもそれは暗闇のミュージックビデオのなんか演技指導みたいな感じのやつ。しかもあの多分ライブ行きますって言ってたんですよ。なんかライブのチケット取れましたみたいな、取ったんやけどな。フィクションフリークライシスインビシブルセンセーションの流れが思考なので、え、好きなんだすっけ。そう、その演技数が1時間半、結構押したんよ。もうね、悲しすぎた、あの時は。本当に演技指導が大切なのはとても分かるけどね。うん、でもなんかその演技指導も2日に分かれてたんですよ多分。だからそのそっちじゃない日にしてくれればよかったのにってずっと思っとった気がする。今日代理がもめのうちのとちょっと張ってて、めっちゃ元気かなって言ってたよ。見なきゃ撮ってるけど見てなかった。 CD 予約しなきゃね。私初回限定版の欲しい。初回限定版じゃない、受注生産のやつ。撮ってるよ。あのパズルのピース、パズルのやつがいい。ファンクラブから寮席だった。いやそんなこともないよ、うん、多分。え、ファンクラブからやってない私。ファンクラブからあの応募してないですね、入ってるのに。でもじゃあユニゾンさんの応募して外れたことないかも。まだそう、先行販売は、いや良識だったのかな、覚えてないけど。使ってないチケットだから行けるか行けないか分かんなかったから、誰かに手渡すこともせずに、本当は行ける予定だったから。だからさ家にずっとあったり、あと一番最初に行ったライブのあの半券はずっとコルクボードにつけたりする。ホジさんありがとう。多分広島だからじゃない。一番最初は2017年、2018年ドクターイージーの、ドクターイージーのツアー、あのアステールプラザ大ホールですね。7月20日。ニノさん、ユイチロウさんありがとう。コンタクトしてない。なんていう曲から好きになったの。間違いハミングバードかな。そう、結構さ、私全然子さんじゃないよ。まだ 2,3 年ぐらい好きになって。ホールでもライブハウスでもやるんやね。そう、今日可愛い服いっぱい買いました。お、ひかぜさん、くま、ありがとう。スカパラダさん、コウさん、天使の絵の具さん、ドラゴンさん、つぼゆうすけさん、ゆきさん、ギルスさん、ひかぜさん、ゆういちろうさん、ほじさん、にのさん、
大地さん、シティリバーさん、スランプくんさん、ブルーさん、ダダダダムさん、ありがとう。推しメンの好きなものは好きになりたいスタンスなので、ユニゾンのCDにたくさんある。イエーイ、いいじゃん。俺はオリオンをなぞるの時から好き。すごい先輩。時間は、うん、スミカさんも好きよ。ワイの STU 歴とどっこいぐらい。いやでもさ、 STU2 年2、3年好きですはさ、強いよね。もうほぼ初期じゃん。だってユニゾンさんはもう15周年とか言ってるからさ、そりゃあもう。あれが違い。デブニャンさん、ユイチロさん、ありがとう。疲れすぎた人だった。もうトゥーカリー Love you。 トゥン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 トゥ。一番好きなアルバム、難しい。でももうなんか自分の中のユニゾンさんっていう感じのイメージは To the Side Road だっけ。もともとユニゾンって4文字の名前だったよね。ね、それな。それは知ってる俺も声の高いボーカルのバンド好きだよね。ねえ、多分そうなんだと思う。私も無意識でそうなるから。ゆういちろうさん、ホタテサマーさん、デブニャンさん、ありがとう。STU がまだ技目？ミセスはね、あんまり聞いたことない。わあああ、ウォンテッドウォンテッド、僕らは逃げている。わあああ、ウォンテッドウォンテッド、ルル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 。そうなんや。最近のナーサングどんな感じ？最近何聴いてるかな？最近聴いてないかも。カラオケ好き。でももう半年行ってないです、カラオケ。半年以上かな？半年以上だ。本当に行ってない。行きたい、本当に。もうね、コロナが流行る前はもういっぱいいっぱい行ってた。緑黄色社会聞く。今なんじゃない、メラメラとたげる。こんな僕も君の日の夢みたいな。直哉さん、ありがとう。ゆういちろうさん、ありがとう。美容室も行ってない。髪切ろうか迷っとんだけど、この前伸ばすって言ったばっかやけど。おーって何？あ、緑黄色社会さんか。かき氷にバニラアイスのトッピングってありだと思いますか？え、全然わからんけど美味しそう。てかかき氷が食べたいんですよ最近。
本当にずっとどこまで切るつもり、なんかこんぐらいがいいってコッコに言われた。コッコはこんぐらい推しなんですよ、私のあのアウトレットの写真の時の長さ推しなんですよ。今日なんかセクシー、なんでや。雪帽子整理券なの。セミロングが一番かわいい。セミロングってどんぐらい。台湾かき氷ってすごいよね。ゆういちろうさんありがとう。今日の前髪好きかもしれない。ええー、ほんと。セリアさんありがとう。あ、大好きな人ぐらい、そうそうそう、大好きな人ぐらい、あの高校がやってるのも、みちが言ってたムースっていうのを買ってみた。早くない。せいごさんありがとう。ゆきかぜさんありがとう。あ、セミロングは鎖骨したぐらい。どう思うねえ。え、台湾かき氷機がお家にあるので最強。それふわふわになるの。ミラニスタ19号さんありがとう。みちはショートが似合うと思う。やりたい。似合うかな。台湾かき氷はふわふわやろ。大好きな人の頃の長さが褒め続け、褒めらつる、褒めら続ける。うちのポニーテールとか見てみたい。よくやってるよ。どんな良さ、こんぐらいトロトロ。このぐらい。キルスさん、しんちゃんさんか、ありがとう。髪切ったりするのってスタッフさんに許可取らなくてもいいの。いや、取らなきゃいけない。だからそれで私は二十歳になったらショートにしますって言ってたんですけど、ブライダルとか中国電力さんの CM がその時にあったから、あと花の輪のポスターとか、だから今じゃないじゃないってなって切れなかったの。ショート怖い、やったことないからね私ショートカット。そうだからやったことないけどやってみたい。一日だけ髪色を変えるとしたら何色にしてみたい。ミルクツィー。ミルクティーです。 A2C さんありがとう。そう、外話したい。ミルクティーでパッツンで、あとはアッシュ、グレーアッシュみたいなのか。ルーム長さんありがとう。赤髪にしたの、見てみたい赤髪。コッコとかショートとセミロング行ったり来たりしてるのにな。ブンブン。ゆういちろうさんありがとう。まあ舞台の前はね、東京のちょっといい美容室に行ったから多分良かったんですよ。その時は大好きな人の MV とかの時、やっぱ美容室ってすごいトゥルトゥルってなる髪が1ヶ月ぐらい。
黒髪はね重たくなるんですって。鎖骨くらいの長さです。何でも似合いそう。そう、トル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 になるんですよ。やる前は何でも勇気がいるもの。名前忘れた、美容師さんの、美容室の。トゥル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 ルバルバー。多分今染めたら激しそう。うそ、でも柔らかいよ自分の頭皮。ヤフーちゃんぐらいしてみたい。ルパンルパンじゃないよね。ルパンザサーとだっけ。ルパンザサーとドゥ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 んぐらい。あ、そういうことか。ルパン三世だからルパンザサードって言ってんのか。そういうことね。ブクさんありがとう。ナンくんさん、ビルマさんありがとう。知らない知らなかったよ、世代じゃないもん。私ね、ショートカットの女の子がねめっちゃ好きなんよね。可愛いってなる。もうショートだったらもう誰でも可愛いってなる。ルカさんありがとう。ショートカットの女の子に弱いん。ムケンさんありがとう。ゆきさんありがとう。ゆきかでさんありがとう。このラインまで切ろうかな。ショートカットの子に心惹かれたことがない。へえ。葵ちゃんのショートは結構好きかも。似合ってるよね。ショートバスケ女子。いやもうショートバスケ女子やん。もうそれは押すしかないやんです。いや与田さんも可愛い。めっちゃまあね、ロングでもショートでも可愛いんだけどね。葵ちゃんは痩せる努力も合わせてるから本当に好き。私は痩せる努力があれか。僕らの家に
綺麗なボブが好き。でも絶対ロング派を屈服させるショートを見せてくれ。いやそれはちょっと無理わかんないけど無理な気がする。ちょっと似合うかもわからんし、もう前髪も変だし、うん、誰の長さぐらいが理想？わかんない。どんぐらいだろう。切りたすぎる。こうシューンじゃなくてなんかがいい。それでは男女を読みます。わかる？13位ホタテサマーさん、12位大地さん、11位アモズさん、10位ホジさん、9位ブルーさん、8位セリアさん、7位ユキカゼさん、6位コウさん、7位頑張ります。わーありがとう。5位ダダダダムドさん、4位コモチンさん、3位ギルスさん、2位坪ユウスケさん、そして1位はドゥルルルンジャンユキさんでした。ありがとうございます。そして今日のラッキーナンバー22位はドゥルルルンジャン天然ガラスさん、ありがとう。それでは今日も一日お疲れさんでした。ありがとう。ロバイチャラ、おやすみ中。また明日お話し会再販してるのでぜひお話しましょう。